山本周五郎。殺生谷の鬼火。享保至る。東京理科大学生の杉原厚夫は、北海道の奥地にいる故郷の妹から、母死す父既得子急帰れ。 を要すという意味の電報を受け取ったなんだいこれは厚生は訳が分からぬという顔でつぶやいた母さんが死んで父さんが危篤だってまた地位のいたずらじゃないのか春の休暇で帰省した時には父親こそ数年来の病床にあったが 妹の千代子も母親もそろってピンピンしていたし他に何も変わったことが起こりそうな状態は見当たらなかったしかしまさか母指数なんてことが冗談に言えるもんじゃないことによると何か返事でも起こったのかもしれないとにかく行ってみよう敦夫はすぐ出発の支度をした至急ということなので朝の旅客機で旭川まで飛び そこから青沼線の警備員鉄道に乗り込んだのが7月初めの雨もよいの午後1時であった故郷の杉原村は旭川から東北へ30里ほど入った壁地でまるで馬車に毛の生えたような警備員鉄道が一本通っているきり全く文明からかけ離れた山間にあった駅へ着いたのが午後7時過ぎ電灯がなくて石油のランプのつってある およそ時代離れした駅の建物を出ると横手のところにジーヤの平三が馬車で迎えに来ていたえらく早いお月ですがな旭川まで旅客機で来たからね旅客機飛行機だよそんな危ねえものによんだしってまあいい出かけよう敦夫は馬車へ乗った 馬車はまだ灰色の残傷のある道を荒れ地の方へ向かってガタガタと走り出した一体何事が起こったんだじいや恐ろしいことが始まっただぞ若旦那様奥様は非業にお亡くなり遊ばすし大旦那様もご容体が危ねえだ村の者の中にも人死人があるだよ 訳を話してくれ訳けを殺生谷の鬼火がたたり出しただ五稜分内のもなみんな生きた空ねでがすよ平蔵の話を簡単に話そうこの老人が五稜分内と言っているのは杉原家で持っている広大な土地を指すのであるそれは北見と石狩の国境に近く 2つの険しい山間に囲まれた平原で湿地や沼沢の多いつぶての洗い出されたひどい鉱物地に取り巻かれていたその土地のつまり杉原村の一里ほど北へ離れたところに俗に摂生谷と呼ばれる沢地がある背を没するような足の生えた泥深い沼とイン植物の繁殖した湿地とでなり見るからにものすごい場所であるが その上そこには昔から恐ろしい伝説があったそれはこうである杉原家は元仙台の伊達家の家臣であったが今からおよそ250年ほど以前に蝦夷地開拓のため藩から選ばれて徒党しまもなく同行の者たちの多くが引き揚げた後も杉原家だけはとどまってついに土着し今日に至ったのであるその開拓時代に 彼らは、教順を示さない先住民たちを1 0三2、30人が詰めて惨殺し、その死体を例の沼地へ投げ込んだという。殺傷谷と呼ばれるのはそのためで、それ以来そこには、殺された先住民たちの怨霊がこもって、青い鬼火が燃えたり、幽霊の叫びが聞こえたり、色い々ろいろと奇怪なことが起こるのであった。以上は、 古くから公費にあった伝説であるしかし鬼火の燃えるのは事実だし道に迷って踏み込んだものが殺生谷の泥深い底なし沼へはまり込んで惨めな死を遂げることも少なくはない村の人たちはこれを「殺生谷の怨霊が人を引き込むのだ」と言って子供でも恐れて近寄らない ところがちょうどひとつきほど前のことであった杉原家の小作人の一人が畑仕事に遅れて夜になってから戻る途中殺生谷の近くで恐ろしく大きな折り火にあったそれは奇妙な獣のような形をした青白い火の玉で夕闇の中をまっすぐに飛んできてその男の目の前でピタリと止まりぐるぐると二三度待ったかと思うと 矢のように殺生谷の方へ飛び去っていったその小作人は夢中で村へ逃げ帰ったがその夜のうちに訳のわからぬ高熱を出して一晩中狂ったように「鬼火が俺を引いていく鬼火が俺を殺生谷へ引いていく」と叫んでいたが ついにそれから三日目に死んでしまった。そんなことがあってから間もなく、人々は夜になると、殺生谷の方から、うなるような、叫ぶような、気味の悪い声が聞こえてくるのに気づいた。それは、人間の声ともつかず、獣の声ともつかず、ある時はかすかに、ある時は鋭く、高く、 いいていると骨の髄からぞっとするような恐ろしい声だったああ、殺生谷の底から先住民の怨霊が呼んでいるんだ人々は恐怖におののきながらささやき交わしたちぎれた袖 ところが今から5日前のことでがず。平蔵老人は続けた杉原家の咲く男で五兵衛というのが使いを命ぜられて西の家へ行った西の家というのは敦夫の父の弟で敦夫たちには叔父にあたる源氏の住まいである杉原源氏は極めて人嫌いな偏屈人で兄の宗太郎とも仲が悪く 村の西は外れに飛び離れた一軒家を建て兄からの仕送りで今なお妻も目とらずに暮らしていた護兵は西の家で用を足しそれからもう一軒小作人の家を訪ねたので木戸に着いたのはとっぷり暮れてからだった何しろ途中殺生谷の近くを通らなければならんので彼はもう足も地につかぬ気持ちで急いだ そしてようやくそこを通り抜けてやれやれと思った途端に右手の闇の中から突然「ああ助けて!」という女の悲鳴が聞こえてきた五兵は息も止まるほど驚いたがそれでも必死に勇を起こして声のする方へ近寄っていったすると天才畑の向こうのところを一人の婦人が 髪になって目をつり上げまるで見えぬ手に引きずられるようによろよろと殺生谷の方へよろめいていくのが見えたしかもその婦人の祝儀を青白い大きな獣のような形をした火の玉がくるくると恐ろしい速さで舞い狂っているのである鬼火が 人を殺生谷へ引いていく護兵はそう思いながら歯の根も合わず見守っていたがやがて自分の危険に気づくと夢中でそこを逃げ出してしまったその夫人が奥様でございました平蔵老人は身震いをしながら言ったわしらは すぐに作男や小作人たちを集めて駆けつけましたがダメ出がした殺生谷の入り口のところで小枝に引っかかっていた奥様の着物の袖を見つけたのがせめてものこと今日までまだ死骸も上がりましねえだジーヤ僕には信じられないよ誰に信じられますべ だが事実はどうにもなりやせんん旦那様はそれ以来ぐっと病気が重って老人は言葉を切っていったさあお屋敷へ着きましたぞ若旦那様そして馬車はガラガラと石畳を鳴らしながら杉原家の門の中へ入っていった馬車の音を聞きつけたのであろう 玄関には妹の千代子が目を泣き晴らした哀れな姿で出迎えていて厚音が入って行くなり「お兄様!」と泣きながらすがりついた大変なことになったねさぞびっくりしたろう。だが18にもなってそう泣くなよ千代子とにかくお父様に会おう今は眠っていらっしゃるのそうか それじゃあ大きになるまで君と少し話をしようか敦夫はわざと元気を装いながら洋館の広間へ妹と一緒に入っていったふだんあんなに陽気で罪のないいたずらをしては家じゅうのものを笑わせていた千代子が恐ろしい出来事のためにすっかり呼びえ美しい瞳は絶えず襲われているように落ち着かなかった 平蔵老人の話を聞いただけでは多少まだ疑わしく思っていた敦雄もこの妹の哀れな変わりようを見ては奇怪な事件の真実さを認めずにはいられなくなった敦雄は妹からも話を聞いたそして平蔵老人の語るところと違いはないのを確かめた先住民の怨霊奇怪なうめき青白い 大きな鬼火。まるで中世紀の伝説だその伝説のような現象が実際に人を殺すしかも僕たちの母を殺した考えられない実に考えられない怪事件だでもお兄様あの殺生なりの怨霊の声を聞けば信じられないことも信じられるわ事故もそれを聞いたのか 聞いたわ。二度も三度もお兄様だって今にお聞きになるわそう言って千代子は身震いした父の宗太郎はよく眠っていて起きそうもなかったので敦夫は旅の疲れもあり寂しがる妹と一緒の部屋で早くからベッドへ入った寝苦しい一晩だったトロトロしたかと思うと 何とも得体の知れぬ悪夢に襲われてハッと目が覚めるそうすると今度はなかなか寝つかれず殺生谷の鬼火が今にもそこへ現れるような気がしたり怨霊のうめきが聞こえるように思ったりして窓がほのぼのとしらんでくるまでついに厚音は満足に眠らずにしまった。 古き呪い夜が明けると雨だった軽く朝飯を済ましてから厚夫は妹と一緒に父の病室へ入っていった父の顔には見るも痛ましい苦悩が刻みつけられていた医者からあまり話をしないようにと注意されていたので簡単に挨拶だけして下がろうとすると 父はふいに鋭い目をして「あつお言っておくがお前はすぐ東京へお帰り千代子も連れて行くんだそんなことは父さんが治ってからいやいかん」「父はあつおの言葉を遮って今度の事件はこれからが本筋だ」 母さんが第一二番目は父さんだそしてここにいる限りお前も千代子も同じ運命に死ななければならぬどうも僕には納得がいかないのですが話してやろうお前は殺生谷の伝説を知っているだろう 杉原家の先祖がここへ入婚した当時、百幾十人かの先住民を殺して、あの底なし沼へ投げ込んだという。事件のもとは、あれなのだ。つまり、先住民の怨霊ですね。そうだ。 多くの先住民の怨霊が凝って鬼火となり杉原家の人間を取り殺そうとしているのだしかもそれは今回が初めてではない70年目ごとに繰り返されていることが分かったのだ敦夫はこの新しい事実に驚いたでは 以前にもあったのですか第1回は宝永7年第2回は安永9年第3回は嘉永三年3回とも恐ろしい鬼火が現れてほとんど一家全部を殺生谷へ引き込んでしまった。 わずかによそへ出ていた者がその難を免れて家を継いだのだ今度はその四回目に当たるのだどうしてそれがわかったのですか西の源氏が土蔵の中から探し出した古い記録に詳しく記してある読んでごらんそう言って父は 枕元にあった一冊の古ぼけた記録を取って渡した東京へ帰るという問題から逃げるために敦夫は少しその記録を調べるからといって病室を辞し洋館へ入ってテーブルの上へその古さっしを広げた土佐の小杉紙を2枚に折った10枚とじのものでひどく古色が出ているが虫食いの跡はない よほど保存がよかったと見えて墨色の汗も少なく六丁風の達筆で「殺生谷の鬼火についての記録」という題名の本に恐ろしい呪いの事実が詳しく書きしたためであったそれは父の話した通り実に戦立すべき記録なのだ分からん頭が混乱するばかりだ ゆうべよく眠っていないせいかもしれないお昼寝をなさいよ千代子がいたわるように言った私吉井村のお友達の家まで行ってくるからその間お兄様もお休みになるといいわお友達の家で何かあるのかいええお友達のお姉様に赤ちゃんが生まれたのよそれでお祝いを持っていかなくちゃならないの夕方までに別れるわ じゃあ僕は昼寝をするとしようそう言って厚男はネイスへ横になり手に持った記録の冊子を光を避けるために顔の上へ伏せて目を閉じた一晩ほとんど眠っていないので厚男はそのままぐっすり熟睡した女中が昼飯を知らせに来たのも知らず午後3時近くまで眠って ふと目が覚めたので起き上がろうと顔の上のサッシを取ろうとした時何を見つけたかおやと低くつぶやいた目の前にあるサッシの紙が窓から来る光のためにすいて見えるその紙の端のところに紙へすきこんだ文字がありありと見えたのだ変だぞこれは 厚生はがばと起き上がった。そして記録の紙を一枚一枚光に透かして丁寧に見ていたが急にそれを流れして立ち上がったますますわからなくなったいやそうじゃない秘密の鍵を見つけたのだ待て考えなくちゃならんぞこれがもし。厚生はたち止まった 眉の間に深いシワが畳まれているやがて何か重大なことを考えついたらしいこくりと一つうなずくと早足に土蔵の中へ入っていったが間もなく一丁の猟銃とケースを持ち出してきたその猟銃は父の愛用品でイギリスからわざわざ取り寄せた二連重心の精巧なものだった敦夫はそれに弾を装填すると女中を呼んで食事を命じ 手早く済ませて雨帽子と街灯を着込み「ちょっとその辺を歩いてくるから」と言いおいて家を出た雨はまだ降りしきっていた森も畑の作物も荒れ地の草もぐっと気温の下がった雨にぬれて身震いしているように思われた敦夫は街灯の襟を立てて雨帽子のひさしを深く引き下ろし 銃を右の小脇に抱えて街道へ出ると高地の間をまっすぐに北へ向かって歩き出した40分ばかり行くと道は2つに分かれるそれを右に取ってさらに30分ばかりひどいぬかるみの道を進むとやがて右側が緩い斜面の丘になり左手に陥木の茂みが広がっている場所へ出た敦夫はその陥木の中へ入っていった 進むに従って地盤が柔らかくなりともすると長靴をズぶりと踏み込んでしまうそしていつか干木を抜けて足の生えた湿りへ出たと思うと急に目の前へ殺生谷の底なし沼が姿を現した黄色い粉 厚は殺生谷の周囲を2時間余りも歩き回ったネズミ色の雨空濡れた足、ぬるぬると粘菌類やインカ植物の繁殖した沼地奇怪な鬼火の伝説がなくとも実に不気味な実に陰酸な光景だったこの沼の底に104人の先住民の死体が沈んでいるんだ その他にも鬼火に誘われた幾多の人がそして母さんの死体もあるのだ呪われた沼よあつおはぶるっと身震いをしたとその時である葦の葉になる雨の音より他に何の音もしない荒涼たる殺生谷のどこかでう<鳴り声> というような奇妙なうめき声が起こった。あっ、音量の声だあつおはとっさにそう思った。彼はつま先から氷のような恐怖がはいのぼるのを感じて、思わず猟銃を取り直した。うめき声はすぐ続いて起こった。 それは明らかに沼の中から聞こえてくるのだ変に陰気な本当に音量が鳴くと言いたいような声であるあつおは猟銃を取り上げてぐいと沼の方へ狙いをつけたとそれとほとんど同時に背後からざわざわと物の気配がした何か来るそう気づいてあつおは素早く足のしげみへしゃがみ込んだ この恐ろしい殺生谷えしかもこんな雨の降る黄昏時に来るのは何者だろう息を殺しているとやがて高い脚の間からぬっと黒い街灯が現れたそれは旧式の頭巾付きのもので頭からすっぽりかぶっているため顔も体つきもまるでわからない男はぴたりと足を止めてしばらくあたりの様子をうかがっていたが 厚生の前を通って奥の方へ去ったうーん霊の声は急に高くなったあつおは悟られぬように注意しながら足の隙間越しに伸び上がってみたすると黒い街灯の男は沼の右手にある裸岩の影へすっと隠れてしまったあんなところで何をするんだろう そう思いいながら待っていた。長い時間だった雨の日の暮れやすい空はいつかもうどす黒い夕闇がのしかかって沼の水ばかりが鈍色に光っていたおよそ1時間もたったかと思われる頃突然ざわざわと男の戻ってくる気配がしたので厚つは再び足の茂みへ身を隠した男は足場を選びながらゆっくり歩いてくる 辺りが静かなので身動きをしても気づかれるに違いない誰だか確かめてやりたいという激しい誘惑を抑えながら敦夫は辛抱強く男の通り過ぎるのを待ったそして黒い街灯の頭巾が全く足の彼方へ見えなくなるのを見定めて沼のヘリを例の裸岩の方へと進んでいったそれは半分沼の中へ突き出た粗面岩で 大きさ12フィート余りのちょうど巨人が横をリフしたような格好をしている厚夫はその岩へ登ってさっき男の姿の見えなくなった辺たりをのぞいてみたすると岩の影になったところに人がしゃがんで入れるほどのホラー穴のあるのを発見したあはあここへ入っていったのだなつぶやきながら身をかがめて入ろうとしたとき 穴の入り口のところに妙な黄色い粉がいっぱい落ちているのを見つけた何だろうと指につけて拾ってみたそれは硫黄の粉末のようなものだったあつおは指で潰したりにおいを嗅いでみたりしていたがふいに「しめたわかったぞ!」と大きく叫んだ そして、ホラー穴の中へ入っていった。中は畳四畳敷ぐらいの広さで、天井も高く、下には古い藁くずがいっぱい散乱していたし、おまけに鼻を突くような悪臭がムッと立ち込めていた。何もかも思った通りだ。呪いの記録、怨霊のうめき声、鬼火。立派な道具立てだ。 杉原家を全滅させてそれで厚生はそこまでつぶやいてはたと目した何かもののうごめく気配がするまだ誰かいるぞぎょっとして一歩退きマッチを取り出して吸ったパッと光が洞穴の刺激を照らした見ると奥の方に誰か倒れているものがある誰だ 誰だあつが叫ぶと倒れている人影がゆらりと身動きをして助けて、助けて、千代だけは、千代だけは触らないでと苦しげにうめいたあっあは享天して駆け寄ったそして二本目のマッチを吸って覗き込んだやっぱり 母さん絶叫しながらあつおは抱きついた驚くべし洞穴の奥に倒れていたのは鬼火のために殺傷谷へ引き込まれたと信じられていたあつおたちの母親であった危機一髪母親は後ろ手に縛られていた アツは手早く縄を切って抱き起こし、母さん、厚ツです、厚ツですと耳へ口を当てて呼んだ。母親はその声をようやく聞きつけたと見え、おぉ<う>と身を震わしたが、あ、早く、千代子を助けて母さんは構わない千代子を助けて もつれる舌で叫ぶやそのまま厚雄の腕の中へ気絶してしまった篤雄には母の言葉が雷のように響いた「千代子」そうだ千代子は吉村の友達を訪ねて夕方帰ると言った奴はその途中を狙うに違いないしまった篤雄はガバッと羽を切るや気絶している母を抱き起こしてホラー穴を出る もうあとは夢中で足を踏み倒し陥木を押し分けて街道へ出たそこから二三丁西に小作人の村田与次郎の家がある気絶した母を抱いたままぬかるみに何度も足を取られながらただ視力を尽くして走りに走った篤夫はようやくのことで村田の家にたどり着くと「与次郎開けてくれ僕だ厚夫だ!」 と天丼割れよと叩いた村田与次郎は大男の予備軍曹で満州事変の時には出征軍に加わり素晴らしい働きをして勲章を排除した村一番の豪胆者だったおおこれは若旦那じゃありませんかどこらすったんでおいそれは奥様ですね訳は後で話す母さんを預けるからすぐ医者を呼んで手当てをしてくれ それから馬はあるか引いていきましょう与次郎は母親を抱きとって奥へ運ぶと馬屋から手早く馬を引き出してきたあつは両中の安全錠を外しひらりと馬にまたがるとあとで会おう母さんを頼むぞと言い捨てざま馬服を蹴って北へと疾風のように駆け出した 街道を回ったのでは間に合わないと思ったから道を外れて薮ヶ丘をシャニムに乗り越えヒノキの植林地を横断して吉井村と杉原村をつなぐ街道へ出たそれをさらに南へ10丁余り馬を煽り煽おり行くと向こうから凄まじい悲鳴が聞こえてくる「地位だ」と直感した篤夫がまっしぐらに乗り付けていくと 道の上に一台の馬車が停まっておりその周囲を大きな青白い火の玉が恐ろしい速さでくるくると舞い狂っている鬼火だ殺生谷の鬼火が現れたのだ「助けて!うう」う怖い馬車の中から聞こえる悲鳴はまさに千代子の声だえ <laughs> 敦夫は手綱を絞って馬を止めると舞い狂っている鬼火を狙って続けざまに撃った銃声は柏の林にこだましたそしてギャギャギャンというぞっとするような方向が聞こえたと見る間に今まで恐ろしい速さで回っていた鬼火がピタリと地上へ動かなくなった敦夫はさらにそれを狙って3発 十分に射止めておいて馬車へ乗りつけた馬車の中には千代子がほとんど半分気を失っていたが敦夫が近寄って「チコもう大丈夫だぞ」と呼びかけるや「まあ、お兄様!」と叫びながら狂ったように兄の体へ飛びついてきた「怖い鬼火が!」 大丈夫だよ。鬼火はもう僕が片付けた。母さんも無事だったんだ。もう何も心配することはないよ。え母さんが生きてそうなんだ。何もかもすぐ肩がつくよ。ごらん。お前の怖がっていた鬼火はそこに転がっているよ。厚尾の指さしたところを見ると、一頭の大きな 犬のような獣が死んでいたまあ、何ですの、これ狼を鳴らしたやつさだって、毛が青白く光っているのは夜光剤だ闇の中で輪光を発する薬剤が塗ってあるんだよ恐怖に目がくらんでいるものにはこれが鬼火に見えたんだよそう言って で、敦雄は？愉快そうに笑った。あくる朝。昨日の雨に引き換えて、すっかりと腫れ上がった。空を見ながら洋館のベランダで敦雄と千代子が話していた。秘密を解く、鍵を与えてくれたのは、あの呪いの記憶を書いた紙なんだ。あの紙はいかにも古びているが、透かしてみるとき込みの字があった。 それがなんと土佐西原昭和堂という字じゃないかつまり昭和になってすいた紙なんだだから源氏おじさんが土蔵の中から古く伝わっていたのを探し出したというのは嘘で実は最近こしらえて古いように手入れをしたのさどうしてそんなことをしたの伝説を信じさせるためと自分の犯罪をカムフラージュするためだ 70年目ごとに呪いが復活するという記録があれば自分は疑われずに済むからななぜそんなことを企んだかってまだ君にはわからないのか一言で言えば杉原家の財産が欲しかったからさ我々を全部やっつけて杉原家を自分のものにするつもりだったんだしかしうまく考えたよ殺生谷の伝説を利用して狼を鳴らし 経営夜行剤を塗って鬼火に仕立てるなんてバカじゃできないことだそれも自分の家へ飼っておいては発見される恐れがあるから人の近寄らない殺生谷の裸岩に隠しておき必要に応じて使ったところはあっぱれだ僕はしかしホラー穴の入り口で黄色い粉を拾った時それが夜光剤だと知って大体の見当がついたんだでも よく母ささん殺されなかったわね。いかに役人でも義理の姉を手にかけることはできないさあのホラー穴の中で餓死させてから底なし沼へ沈めるつもりだったのだろうゆうべ狼を引き出しに行った時母さんにこれから地ー,ーをやっつけに出かけるんだと口を滑らしたのがこっちには幸せで危うく君が助かったんだまあなんて恐ろしい人でしょう 何昔からあの人にはそんなところがあったよただと言いかけた時庭先へ平蔵老人が入ってきて帽子を差し出しながら言った若旦那様いくら探しても西の旦那は見つかりますねこの帽子が底なし沼に浮いとりましたからことによるとあそこへ。 そうだそれでいいんだあつおはうなずいていったあそこがおじさんにいちばんふさわしいお墓だよ神よあの人の魂に平安あれ